はい、さーい、どうも皆さん、レクさんです。ま、レクさんです。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日のね、レクさんテレビは、はい、こちら水風船。これでね、オレンジの皮で、ね、この風船をね、割るね、リベンジをね、したいと思います。はい。でね、もしかしたら水風船だとさ、はい、ちゃんと割れるかもしれないので、はい、早速ね、やってみたいと思います。はい、こうやってね、風船膨らましました。じゃあね、まめさん、早速ね、はい、この風船がさ、割れるかさ、はい、オレンジのね、皮で試してみましょう。うん、いきまーす。はい、割れた。割れた。お、割れた。どうやってやるの？これね、お、割れた割れた。あ、危ないよ。割れた割れた。割れましたよ、皆さん。ね。はい。お、危ないよ。触ったら。多分ね、もしかしたらさ、豆が膨らますのがさ、ちょっとね、ちっちゃかったかもしれないね。長いですよ。長いね。割れないね、でもね、なかなか。今割れたね。でもパパの。マミさんのここに玉がついてるから。そうだね。じゃあマミさんまたチャレンジしてみますね。ちょっと大きくして。で、この、なんかな。お。割れた。自分で割ったんじゃないの今。手で、あ、奇跡的になんか。はい、もう一個ね、風船ね、はい、用意できました。じゃあね、早速もう一度割ってみたいと思います。じゃあね、行きましょう。ほら、割れた。すごい、やっぱり。なんでそんな割れないで。パパ、どうやって潰すの。これ、たださ、うん、折り曲げるとき勢いよく、ただピッて潰すだけ。ちょっとね、多分ね、これね、大きく膨らますと割れるみたいです。じゃあね、たくさん膨らましてさ、はい、一気にね、割ってみましょう。そう、膨らましたいと思います。風船をね、こんだけね、作りましたよ。1、2、3、4、5、6、7、7個ね、風船膨らましたのでね、これをね、一気にね、はいはい、リボンネっていう成分なんだけど、はい、それをね、これにいっぺんにかけて、はい、割ってみたいと思います。ではね、早速ちょっとみかんの皮用意したいと思います。はい、早速割っていきたいと思います。せーの。できたものさん出たでしょ。はい、ほら、ほほほ、割れる割れる。そうそう、かけてね。ちょっと、おお、おお、マミさんがどっち割っちゃった。おお、おお、結構これびっくりするな。ほら、面白い面白い。皆さん、いかがだったでしょうか。はい、いかがでしたか。風船がね、はい、ちゃんとね、オレンジのね、オイルでね、割れましたね。はい、ぜひね、皆さんもお家でね、試してみてください。はい、で、一つ分かったことは、はい、できるのなら水風船でやった方が割れやすいと思います。はい、なので、通常の大きい風船ではなく、水風船の方で皆さん試してみてください。はい。はい、本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。またレクさんテレビでお会いしましょう。バイバーイ。これ全然割れないね。うん、なんでだろう。